実は初優勝なんですね。そうです、去年のピコットはね惜しかったけど、惜しかったけど、ね、うん、さあ今日は誰が良かったんでしょう。今日はね、うん、メンバーの宮尾先生ともあれたからな、うん、良かった。その先生よりも良かったでしょ。なんとか先生についていってた。技術を盗んで盗んで、今日は15回目の優勝、はい、うん、さあ今日は何が良かったんでしょう。今日はあの B の7番でずっと3で来てたんですけど、うん、ホールインワン車です、うん、B の7番で、それがまあ唯一良かったなと、まあでもダントツですからね、女子ね。総合優勝おめでとうございます。ありがとうございます。はい、まず熊さん、はい、念願の総合優勝、初めてのこういう長丁場のタイトルですね。そうですね、うん、どうでした今日は。あ、今シーズンは、今シーズン敗者いくないと思ったけど、うん、相手の人がちょっと崩れたから良かったかなと思ったけど相手の人、うん、でも今日はね、あれパートナーに恵まれてね、良かった。パートナー、うん、井川さんが崩れたの、うん、A 機で崩れたので、うん、セットやりしたのも、うん、井川さん崩れたのが良かったの。いやいや、母さんに恵まれて、うんうん、設定で、うんうん、それでだったかなと。ああ、それで順位が上がってね、うん、2年ぶり2回目の総合優勝。実はその2年前も年上のお姉ちゃんがちなんですよ、三条由美子さんと同じポイントで規定により同じような形になってね、うん、まあ、ね、お姉ちゃんだといいこともありますよね。2回目、うん、さあ今シーズンはどうでした。前半最初なんか調子に乗れなくて、うん、コロナの影響か、パークに熱が入らなかったの、うん、少し最近、うん、良くなってきて、いや、うん、やる気が出てきて、腕は良くないけど、うん、やる気は、あ、そしたらもう気持ちの問題、はい、